お昼のご飯をあげる前にラブちゃんは外に出るんですが、その前になでなでタイム、ブラッシング込み込み。そしてシオンくんの場合は少し、恐怖心が戻ったみたいなので、ちょっとエコひいきです。あ、そっちから行く？まあいいや、ラブちゃんはもう出入り自由でございますので。あ、ラブちゃん、後でさ、あの膝抱っこまたしようね。ちょっと外で落ち着いてきたから。シオンくんに関しては、普通になでなでとか、このブラッシングに関して3階では全然もう迎えに来るぐらいの勢いで大丈夫なんですが、ケージ2階、ケージ1階と、下がるごとに緊張感が増すようで、外に出たいなんて一言も言わないですこの人。はいはいはい。猫は必ずケージの外に出たがるものっていうのもどうやら違うようですね。自分のテリトリーを、確実に守っていく堅実タイプもいるんですね。ただそれじゃあちょっとね困るので、この人にもケージの外に出てもらいたいと。でこのように人と、仲良くできるようになっているのに、ケージの外だとまたちょっと変わってしまうというのをなるべく改善するようにしたいです。そしてこのラブちゃん、はい、ラブちゃん、これ一回戻らない？戻ってみよう。ほらほら、ラブちゃんの方は、外に出て、遊びたい遊びたいはいいんですけど、外でちゃんとおとなしく膝に抱かれてもいいようにちょっと頑張ろうかね。まあ君は大丈夫だよ。あの遊びブームが去ったらきっとなってくれるでしょう。はい、じゃあちょっと変則的だけど、3階に出た状態から部屋の外を遊ばせるっていうのにします。2階もオープン、1階もオープンです。はい、はい、遊びも後でやるけど、そんなに遊びたいか。で、ここで遊びな。はい、シオンくんもおいで。下に降りてみ。はい、おいで。はい。ここに座って遊んでたよ今。一瞬だったね。
シャン君、シャン君もおいで。シオン君の様子はこんなです。シオン君も興味はあるでしょ。はい、見えました。はい、じゃあ、おひつ。まだ悩んでるだけなの？はい、この尻尾が特徴です。くるくるっと回ってます。はい、ここに指がかかるようにくる。はい、じゃあ、かわいで。こんなバタバタしてるとこは嫌だ。ないね。じゃあくん、なんか来そうな雰囲気あるのに。ちょっとパワーがありすぎるか、こいつが。あとね、なんか一緒になって甘えたいムーブになっちゃうんだよね。うん、え、よしよし、休憩しようか。はい、そしてここにジャン兄ちゃんいるよ。どうですか、ジャン君。誰も慣れたね。もう一人は穏やかな子だから、ジャン君にだから。そういえばジャン君はこういうタイプの子は初めてか。ポイちゃんは少しね人気だったの。
でも弾丸だし、うん、そうだ、一緒になってやったりとかしてる時もあるし、ポンちゃんがやってるのを見てるだけの時もあるし、あれ、キュ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 、あ、もうあと10分もするとご飯だからね。一番怖くない暮らしでね、はい、今ラブ君はケージの外で猫じゃらしと格闘しています。それをどうも表情としてはちょっと羨ましそうに眺めてるように見えるんだけど、なぜか下に降りようとしないシオンくんです。この慎重な性格をまたゆっくり下の2階1階という形でいざなうのがちょっと急がれるかな。うん、鼻チューしてた。もうジャン君はラブ君は鬱陶しい感じのタイプだけど、いてもいいっていうふうに受け入れたようです。今のところ、ポンちゃんの方がまだちょっと近づいていくとシャアをしたりするみたいですね。シオン君は1階には降りてこないんですけど、人が嫌いになったんではないみたいですね。なんか知らないけど1階の扉が開くとちょっと不安になっちゃうみたいですよね。まあこうやって3階からラブ君が下で遊んでる姿を見ながらちょっとずつ安全確認してるんじゃないでしょうか。できた。